はい、皆さんこんにちは。自然と遊ぶシティリバーズチャンネルです。今回の動画は埼玉県にあります埼玉水族館、こちらの方遊びに行ってきましたので、そちらの模様を動画にしてお届けしたいと思います。大きい鯉がたくさんいますね。このチャンネルでは自然と遊ぶコンセプトに動画作りをしております。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは動画の方ご視聴ください。どうぞ。あ、いいよ。はい、お魚のご飯でやってごらん。はい、くるくる回せ。はい、赤いの100円で買えますんで、ちょっと餌あげてみます。はい、早速あげてみます。食べちゃダメだよ、自分で。ほら、あげてごらん。食べてる？もっとあげてごらん。それって、そう、食べにいじゃん。食べるよ。食べる、見てて。あ、食べた。食べてない。食べた。それ食べた。食べてないよ。あ、来た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 けど食わない。ここら辺にあげてみれば。あ、わ、全然食わねえじゃん。食わない。食った。今日たまたまボートツアーやってるみたいなので、ちょっと参加してみます。後で動画出しますんで、お楽しみに。でけっ。見事ね。食べた。もう一回あげてごらん。この端っこじゃ食わねえんじゃん。食うか。あ、食った食った。あげてみ、ほらって。ほらあげて。おやつだよ、おやつだよ。うー、食った。私こんな間近で写真撮れるのすごいよ。大量大量。さあ入って。なんかいる？あれ奥にいる。タナゴか。もういっぱいいる。キラキラにしてる。いっぱいいる。チアユの大群。さっきの外行っちゃうからね。これなんていう魚？アユ。ちっちゃいアユ。アユの子供みたいな感じ。かわいい。ダンドンはダメだよ。はい、カワウソを展示してるけど寝てます。かわいい。かわいいね。じゃあ皆さんに特別なものも見せてあげようか。カワウソの見たい？でね、うんち。見えます？あ、ぼやけだ。カワウソのうんちとカワウソのショット。パパ、なんか海に泳いでる。カワウソです。それでは行ってみましょう。ほい、ほいですね。パパ、おいかは、
レインボートラウト、ニジマスか。イワナ綺麗ですね。それでは小さな音で。いい顔してんな、ほんと。体の横に黄色や白の斑点がたくさんあり、背中側には細かい虫の色の模様を持っている。ヘビも。ついている顔の形と少し違うことが知られる。もっとでかくなるし。こんな。うん、そうそう、こんないっぱいで。ヤマメ、ヤマメ。美しい模様ですね。綺麗でしょ。美味しいよ、食べると。こっち見てる。これ何の顔でしょうか。カメレオン。カメレオンじゃない、山椒魚。手見てみる。手はこんな手してる。いい手してる。ほんとカエルみたいだね、うん、こんな間近で山椒を見るの結構レアだよ。レアだよ。これ山椒を取れたら美味しいの。これ食べる人いねえんじゃねえかな、山椒を。最近ボトリウムやはりやり始めたから、こういうの見ると楽しいね。人が作った作品。レッドシュリンプ。以前あれだな、見つけてやっぱカジカガエルだね、あいつ冬眠起こしちゃったやつ。ここ向かってあっちだ。これは東京サンショウウオ。これが捕まえてみたいんだけど、なかなかいないんだよね。パパ、くるくるが2つある。シダ植物もね、ずっとこっち見てるよ。何してんだって。何してんだ。また遊ぼうねって。バイバイパパ。ここら辺は太鼓打ちとか水カマキリとかだね。いる？なんか。子供が大はしゃぎだ。よし。僧侶だね。外来種。僧侶博連。アルビノだね。成長が早く目になる大きさ。はい、以前ガサガサですげえちっちゃいけど、高麗技術が生まれたけど、こんなでかくなんだね。中国で食べられるんだって、高麗技。こんなでかくなんだ。こんぐらいのサイズ捕まえたいね。またガサガサチャレンジしてみよう。カムルチだよ。でっけえ。ヘビだよな、本当にこんなの見たら。ヘビ？ヘビみたいだよ、カムルチ。本物じゃん。カエルを丸飲みしちゃうんだよね。すげえ。模様が本当ヘビだよ。かっこいいね。カメタッチ。持ち方がちゃんと書いてあるから。パパ、あっち触りたい。ちょっとさ、赤ちゃんに触らせてあげて、カメ持って。触れる？ちょっと失礼。ごめんね、はい。イコイコしてあげて。じゃあ両方の手で持って、両方の手で。持った？落としたらかわいそうだからね。そう、ひっくり返しちゃダメだよ。カメさん、全然怖くない？ダメ、噛まれちゃう頭。はい、戻してあげて、バイバイして。よいしょ。
はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。軽く園内を見回った感じの動画なんですけれども、いろいろな魚に出会うことができてとっても楽しめました。次回はボートツアーの様子を動画にしてお届けしたいと思います。あの動物と出会いましたんで、そちらの模様をお楽しみにしてください。もしよろしかったらチャンネル登録・高評価してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。